したらいい。
言葉の
ちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーので、出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こう、先生でも見と見開拓の感情にハイタッチして、時間にキスを五次元にからかわれて、それでも君を見るよ、また初めまして、
の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ場と虹の出発点終点と、この命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。
したらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーのでいよう。出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こうぜ、せめもみと未開拓の感情にハイタッチして時間にキスを。ご次元にからかわれてそれでも君を見るよ。また初めまして目をも見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろう。
終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。出発点終点とこの命果てる
っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーのでいよう。出発点終点とこの命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。いつか行こうぜ生命を見と見たくの感情にハイタッチして時間にキスを五次元にからかわれてそれでも君を見るよ。また初めましてその言葉の目を
したら
かが叶う。その言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ場と虹の出発点終点と、この命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。
ちの声が世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね、二人でどんな言葉を花と消えることない約束を二人でせーのでいよう。
言葉の目をもう見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ場と虹の出発点終点と、この命果てる場所に何かがあるっていつも言い張っていた。したらいいのにな。そしたら。